どうも、しばです。今日はね、たこ焼き食べたいやろ。食べたい。やろ。今日たこ焼きおごってあげよう思って。何パック？3パック。3パック45個。今日はおごってあげる。15個入り？15個入り。何？たこ焼き。油多め。油多め。でかでか。心が痛むわ。失敗した茶碗蒸しみたい。15個100円。めっちゃ安ない？うん、安い。家で作るより安くない？たこ入ってないかもしれん。入ってるよ。何個食べる？しつこいな。断面モザイクかけてくる。もはや誰が出る。ありがとう。はい、ゲット。300円やで、これ。安くない？なんか今時たこ焼き粉でこんなに包んでくれるとこなんかある？ない。昔よくこんなのや。そうそう。いただきましょう。おお、マヨネーズなしっすね。100円のたこ焼きいただきます。なかなかないよね、この小ささ。最近大きいのがブームだから、うん、じゃあ、いただきます。うん、タコなし入ってる？おるおる。あのね、一個じゃ分かんない。何それ。で、生地はちょっと粉っぽさが残る感じで、僕好きなタイプ。タコを見つけろゲームって感じ。食べてみて。おー、開けるな開けるな開けるな。入ってた。見せタコ。ほら、そう、100円って感じ。小学生とかいいよね。いい、ちょっと小腹がついすぎた時に。うなあ、いいよねこれ。すごいいいと思う。ソース甘いね、おいしい、うん、なんでマヨネーズかかってないと分かる。マヨネーズ高いからちゃう。ありっちゅうとありよね。あこうまい。タコ折れへんかった。えこれタコ OK。それタコ折れへん。一番最初に食べたのほんまタコ来ないと。え、タコどこに置くの、まさかのとか思ったんですけど。食べてみますよ、ちゃんと。いや、これ絶対いいよ。学校帰りとかに、小学校の時にこんなとこ欲しかったな。ここ横山くんが通ってたとか言う。そうジャニーズのね。マヨネーズ欲しいな。うん、マヨネーズ欲しい。お客さんが結構来る。ただ客単価が低すぎて全然儲かってないと思うね。趣味でしょうね、おそらく。最後にちょっといただきます。うん、見つかったけど飽きる。今日の夜食にしよう。うん、ソースつけてもらわんと。ポン酢で。ポン酢な、ネギポン酢とか美味しそう、うん、そっちの方が。焼き加減はちょっと柔らかめで美味しいよね、うん、焼きすぎず。そんな感じで皆さんもぜひ、この花くんに来た時はね。ご飯じゃなくスナック価格やな。そう、スナック感覚っていうことで、激安たこ焼きでした。美味しいよ。ごちそうさまでした。